はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちらレノボのミックス520となります。よっしゃよいしょーっていうので、こちらですね、見るからにサーフェスっぽいいでたちなんですが、第8世代の CPU が搭載されているタブレット PC となります。完全に僕が好きなタイプ。僕ね、すでにサーフェス GO 3を持ってるんですが、このサーフェス GO 3で全てこと足りるかなと思ってたら、任天堂スイッチのキャプチャーが全然できないんですよね。パワーが足りないみたい。っていうので、こちらミックス520のパワーであればしっかりキャプチャーできるんじゃないかなというので、一回試してみようかなというので、今回購入の方をしてみました。こちらジャンク品ということで購入したんですが、あまり壊れてる要素もなさそうなんですよね。落札価格の方が11,635円で落札。よっしゃよいしょっていうので、ジャンク理由っていうのが、どうやら AC アダプターがないっていうところと、あとはカメラに不良があるとのことなんですね。それ以外は何も書かれてなかったので問題はないのかもしれません。はい、そこで全体見てみるとかなり綺麗めですね。こちら側に消えない傷っぽいものがありますけどね、それにしてももう割と綺麗めです。裏側のタイプカバー、こちらも綺麗ですね。画面も綺麗、非常に美しい状況になってるんじゃないかなとは思いますね。キーボードの感じも非常にいい、かなり全体綺麗めですね。全体見ていくと、左側PD に対応してたら嬉しい USB Type-C ですね。 USB Type-A 電源ポートという風になっています。こちらヒンジの部分ですね。そして右側面はこちらちょっとよくわかんないボタン、そしてイヤホンジャック、ボリューム上げ下げボタン、電源ボタンとなっていますね。かなり綺麗ですね。上部部分はかなり広い範囲で通気口が作られてますね。熱対策でしょうね。開いた感じはこんな感じですね。画面かなり綺麗、どんな感じでしょうね。はい、というのでね、電源の方をつなげていきました。早速電源を入れてみましょう。電源スイッチオンじゃー。あれ全然映らんぞ。何でもいける電源でやってみるぞ。いくぞ、電源スイッチオンじゃー。いけるか。え、あかんか。いけた、よっしゃよっしゃ。はい、ということで無事に Windows 10起動しました。よっしゃよいしょーっていうので、もう苦労しましたね。起動するだけでこんな時間かかるとは。結局 Amazon で買った何でもいける電源で起動させることができました。 PD に対応してないみたいですね。じゃあちょっとね、整備をしながら動作確認をして設定の方を完了させたいと思いますね。はい、というので非常に軽くですが設定終わらせております。全く問題ない感じですね。非常にサクサク動いてくれてますし、キーボードも全く問題ない、そしてタッチもねバッチリと反応してくれてる状況ですね。そして情報の方を見てみるとこんな感じです。はい、プロセッサーの方が Core i5 の 8250U CPU ですね。今まで散々やってきた第8世代の Core i5。 これね、パワーが出たり出なかったりするシーンがあるので、今回の MIX520 どうなんかなっていうのがちょっと期待を込めたいなと思いますね。実装 RAM の方が 8GB、 僕の Windows の使い方だと十分かなと。キャプチャーの方も十分できるんじゃないかなというふうに思います。そして10タッチポイントでの10とタッチのサポートということで、タッチパネル対応となっております。さらにはWindows のエディションの方が Windows 10 Pro が搭載されてるみたいですね。バージョンは 22H2、
こちらも Windows 11にバージョンアップの方ね、させていきたいなと思いますね。はい、そしてこちらがディスプレイの状況となっております。現在ね、明るさ MAX にしてますが、非常に美しいディスプレイですね。非常に扱いやすかったです。解像度の方がね、 1920×1200 フル HD プラスっていう状況なので、非常に作業領域も大きく取れるいい状況じゃないかなと思いますね。はい、こちらの方がストレージの方なんですが、 237GB 分の空き容量が 205GB になってます。十分な空き容量ですね。トータル 256GB の SSD が搭載されているものと考えられますよね。これかなりありがたい、 1.2 万弱のジャンク品で SSD ついてて、そして OS もついてるんでね、まあ、問題ないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、というのでこちらデバイスマネージャーなんですが、記載にあったですね、カメラがちょっと使えませんみたいなところがあったので、どうかなというふうに見てきたんですが、実はこちらですね。ちょっと見にくいんですが、カメラセンサー OV5670 というのが2つあるんですけどね、そのうち1つにびっくりマークがついています。このびっくりマークがついていない原因じゃないかなというふうに思うんでね、カメラの状況一度確認して、そしてドライバーを当ててみる、そして Windows アップデートなんかもね、繰り返してみようかなというふうに思いますが、まあ、壊れてたらどうしようもないんでね、どんな感じかっていうのを確認してみたいと思います。はい、こちらの方が Windows 標準のカメラアプリで映してるんですが、インカメはね、きちっと映ってますね。割と綺麗じゃないかなというふうに思いますが、こちら右側のボタンのところに切り替えボタン、アウトカメラの切り替えボタンがないので、アウトカメラがダメなのかもしれないですね。はい、ということでいろいろ整備してきたんですが、一応ね、 AC アダプターがないっていうことと、そしてカメラ少し変だなっていうところね、これがまあ問題点としてはありますが、 1.2 万のジャンク品っていう風に考えるとかなりいいんじゃないか、よっしゃよいしょっていうので、かなりいい状況じゃないかなと思いますね。あとはパワーですね。 CPU パワーがきっちり発揮できるのかどうか、ベンチマークソフトをね、入れてますので、順にちょっと見ていきたいと思います。まずはね、シネベンチ R15 からやってみようと思います。いくぞ、シネベンチ R15 カモン。はい、ということで無事にシネベンチ R15 立ち上がりました。きっちり読み取ってますね。第8世代の CPU、 4コアの8スレッドです。 GFX ボードの方が Intel UHD グラフィックス620となってますね。 Core i5 の 8250U がなかなかこういうタイプの PC でパワーが出なかったりするので、まあ、500CB いってほしいなというのが正直なところですよね。ちょっと頑張ってくれるよ、頼むぞ。じゃあやってみるぞ、 CPU ランジャー。はい、ということで無事にベンチマークすべて取り終えました。こちらの方にですね、シネベンチ R15、 そしてシネベンチ R23、 そしてギークベンチ5、ギークベンチ6の結果をすべて並べております。まずはね、シネベンチ R15 なんですが、 CPU トータルで 490CB、 よっしゃよいしょっていうので、なかなか数字ができたんじゃないかなというふうに思いますね。シングルコアスコアの方が 118CB となっております。そしてシネベンチ R23 の方が CPU トータルで 2437、 よっしゃよいしょーってので、シングルコアスコアの方が888ポイントとなっております。そしてギークベンチ5、シングルコアスコアの方が916、そしてマルチコアスコアの方で2935、よっしゃよいしょーっていうので、これまたなかなかいい数字じゃないかなと思いますね。そしてギークベンチ6の方がシングルコア1238、マルチコアスコアの方で3451となってますね。というので、それぞれちょっと比べてみるんですが、まずはシネベンチの R15 なんですが、同じ Core i5 の 8250U、 なかなかね 500CB 出ない感じなんですが、その中でもかなりパワフルに動いてくれた方じゃないかなというふうに思いますね。そこそこパワーが出るんじゃないかなというのが想像つきます。そしてシネベンチ R23 の結果の方となります。2437ポイントは、これはあまりいい数値じゃありません。
ませんね。だいたい Core i5-8250U で2900ポイントぐらいまで出てるものもあるので、やはり少しパワーがシネベンチ R23 では出にくかったのかな。そしてギークベンチ5、こちら比べてみるとこんな感じで、2935はかなりいい数値です。 Core i5-8350U この辺りと同じ数値が出てきているので、十分パワフルに動くというのが分かりましたよね。というので CPU パワーについては、問題ないんじゃないかなと思います。画像処理とか、軽い動画編集なんかはねできるかもしれません。あまりゴリゴリ使うつもりもないので、しっかり使えるパワーじゃないかなと思いますね。はい、そしてこちらの方が Geekbench 5、そして Geekbench 6の OpenCL スコアとなります。こちらは CPU 付属の GPU、 Intel UHD Graphics 620の結果となりますね。まずは Geekbench 5の OpenCL スコアの方が5659、よっしゃよいしょーってので、これかなりいい数値です。そして Geekbench 6の方が5140となっております。これちょっと比べてみるとこんな感じです。 Geekbench 5の OpenCL スコアの中では、 Intel UHD Graphics 620の中でダントツのトップ、よっしゃよいしょーってので、たまたまかもしれませんけどね、かなりいい数値が出てきております。っていうので任天堂スイッチのキャプチャーなんか余裕なんちゃうかなと勝手に思ってますが、実際にねちょっと試してみて動くかどうかやってみたいと思いますね。はい、ということでいろいろ見てきましたが、こちらかなりパワフルですねっていうのでね、ホームページ見てみると、これアクティブペンが付属してるみたいなので、こちら手持ちのねレノボペン、こちらの方が使えるかどうかちょっと試してみたいと思います。ちょっとやってみるぞっていうので、全然反応しないんですよね。これどういうことみたいな感じなんですが、電池も入れ替えてるはずなんですけどね、全く反応しません。でこちらのペンで試してみても反応しないんですよね。でそれ以外のペンもちょっとちょこちょこ確認してみたんですが、全く反応しませんね。これなんかペンの電池が良くないのか、僕の接続が悪いのか、アクティブペンね使えそうだったら何か探って使えるものを探してみたいなと思いますが、当面ねペンを使う予定はないんですけども、残念ながら今回使うことができませんでした。はい、ということでですね、こちらいろいろ見てまいりましたが、結果で言うとめちゃくちゃいいぞよっしゃよっしゃーというので、かなりいいんじゃないかなというふうに正直思ってます。良かった点はですね、なんといってもこの形、サーフェス調のこの形僕大好きなんですよね。非常に持ち運びやすいし、タブレットにもなるし、 PC としてもガンガン使えそう。この形はねかなりいいかなというふうに思いますね。そしてキーボードがね、使ってみるとかなり使いやすかったです。シンクパッド作ってる、さすがレノボだなというふうに思うんですが、アイデアパッドもそうですけども、このキーボード非常に打ちやすい特徴かなというふうに思いますね。広さも十分ありますし、キーボードカバーっていうこともあるので、多少パコパコしてる感はありますが、しっかりとしてる部類に入るんじゃないかなというふうに思いますね。全く問題はありませんでした。はい、そしてこちらね、バッテリー駆動の方も問題なくしています。 AC アダプターがなかったので何でもいける電源でやってますが、当面これでね充電できるかなと思いますけども、しっかりバッテリー駆動してます。実際何分ぐらい何時間ぐらい持つのかっていうのは測ってませんが、そこそこバッテリーだけで駆動できるんじゃないかなというふうに思いますね。さらにはですね、パワーもしっかりあるっていうところですね。第8世代の CPU、 今では少しパワー不足なんですが、
まあ、僕がね Windows 使う範囲で言えば十分なパワーで使えそうな、そんな気がします。オフィス系もちろん使えるでしょうし、クリップチャンプとかのね動画系ソフトも問題なく、まあ、多少イラつくかもしれないですが使えそうな、そんな感じがしますよね。かなりいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そして最後ね、問題点はやはりこちらね、背面のカメラはやはり認識できていないようです。ドライバーの更新もやったし、レノボからもドライバー入れたんですけども、物理的に壊れてる感じがしますね。全く反応をしていません。まあ、背面カメラ使わないんで特に問題はないかなというふうに思いますが、これが問題点かなとも思います。はい、そしてペンが思ったより使えなかった点、これは解消されるかもしれませんが今後確認していこうかなと思いますね。あとこちらね、持ってる感じ結構重たいなというのが正直感じました。包丁では 1.26kg というふうになっています。まあ、キーボードカバーを抜くと 880g みたいなんですが、やはりちょっとこんもりしてるよねっていう感じはしますが、これだけ持ってね仕事しようかなという場合にはそんなに苦にはならないのかもしれませんね。はい、というのでいろいろ見てまいりましたが、やはりね1万2000円弱でこの PC が買えたっていうのはかなりいいんじゃないかなというふうに思いますね。今後いろいろ使っていきたいと思います。はい、というので今日はどうもありがとうございました。